マイケル・ブリュスターは、フロリダ州オーランド出身の元アメリカンフットボール、選手。NFL のジャクソンビル・ジャガーズに所属していた。ポジションは、オフェンシブ・ラインマン。高校時代は、グレッグ・マシューズとチームメイトだった。3年時には、USA TODAY、パレード市、EA スポーツから高校生のオールアメリカンに選ばれた。2008年には、ライバルズ・ドット・コムからは、 全米4位のタックルにスカウト .com からは5つ、星、センターとしては全米1位に評価された。オハイオ州立大学に入学し、1年時に負傷した選手に代わり、先発センターの座をつかむと、そのままポジションを確保、大学記録となる49試合連続先発出場を果たした。2008年にはフレッシュマンオールアメリカンに選ばれた。2010年には、 オールアメリカンのセカンドチーム、ビッグ・ケンカンファレンスのファーストチームに選ばれた。また、リミントン賞のファイナリストにも残った。このシーズンチームは、シュガーボールで、アーカンソー大学を31-26で破った。NFL ドラフトへのアーリーエントリーも考えたが、大学に残った。2011年のシーズン開幕前には、アウトランドトロフィーやリミントン賞の候補の一人に、 なったこの年カンファレンスのセカンドチームに選ばれた。翌年1月のシニアボールにも出場した。2011年5月には、スポーツイラストレーテッドより、翌年の NFL ドラフト候補として、センターでは最も高く評価されたが、4年時終了時には、機械センターとして、ドラフト界での指名が予想される程度となり、スポーツイラストレーテッドによる予想もドラフト5人指名となった。 結局、2012年の NFL ドラフトでは、指名されず、2012年4月28日、ドラフト外フリーエージェントで、ジャクソンビル・ジャガーズと契約を結んだ。2012年、シンシナティ・ベンガルズ戦の後半より左ガードとして、出場。第3週のインディアナポリス・コルツ戦で、初先発を果たした。12月2日のバッファロー・ビルズ戦で左手を骨折し、 12月11日に故障者リスト入りした。ありがとうございます。